ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この前、鉢花を買ったんだけど、水をあげるのをうっかり忘れたら、しおれてしまったのよ。それは残念だったな。どんな世界でもやらかして干されたら、復活するのが大変だぜ。どんな世界でも？ああ、芸能界でもやらかしたら干されるんだぞ。やらかしって、どんな失敗なのか気になるわね。じゃあ今回はやらかして干された芸能人9選を紹介するぜ。ゆっくりしていってね。一人目は中田敦彦さんだ。お笑いコンビオリエンタルラジオでの活動や、現在は YouTuber としても有名だぜ。中田敦彦さんの YouTube は見たことがあるわ。漫画スラムダンクを熱く解説している中田さんが面白くて、思わず笑ってしまったのよ。2019年4月に始めた YouTube だったが、軌道に乗るまでの1から2年がしんどかったと本人が語っているんだぜ。登録者数も多いのに？今でこそ500万人を超える人気チャンネルだが、始めた当初は妻の福田萌さんや相方の藤森慎吾さんにも理解されなかったそうだ。え？そうだったの。ある時、中田さんは YouTube に移行したいと藤森さんに伝えたんだ。しかし、テレビに出て芸能人に会いたいという思いで芸人になった藤森さんからは、女性タレントに会えないよと反対されたんだぜ。さすが藤森さん、反対理由が笑えるわね。そして、中田さんはテレビからの卒業と、所属事務所吉本興業の退所を発表するんだ。藤森さんも一緒に退所するのね。芸人と絡むことも好きだった藤森さんは悩んだらしいが、結局は一緒に退所したぜ。藤森さんはテレビでも見たけれど、中田さんはテレビを卒業したから出ていなかったのね。てっきり干されたのかと思っていたわ。中田さんがテレビを卒業した一番の理由は、会社と揉めたことが大きいと言ってたぜ。そして、その後に揉めちゃいけない揉め方ってあるんですよねとも言っているから、事務所との軋轢もあったみたいだな。いろいろあったのね。中田さんは自分の意見を曲げないイメージがあるから、周りと揉めそうだわ。久しぶりにテレビに出演したのはテレビという退路を断ったけれど、一回戻ってみたら、楽しくてと語っていたぜ。YouTube もいいけれど、またテレビでの活躍も見たいわね。二人目はカリナさん、モデルや俳優としても有名だぜ。最近だと、存在感のある脇役といった印象があるわ。モデル事務所に所属していた姉の影響で、モデル活動を始めたそうだ。そして、2000年には例の専属モデルとしてデビューしたんだぜ。今とは違って、ギャルっぽいのね。2001年にはドラマカバチタレ、で俳優デビューするんだ。覚えているわ、時は高子さんと深津絵里さんが主演で。カリナさんは山下智久さんの彼女役だったわね。2008年には連続ドラマ初主演の大好き、で、軽度の知的障害の母親という難しい役柄を演じたぜ。モデルに俳優、順調なキャリアだわ。ああ、その後もドラマや映画で主演を務めるほど、俳優としてのキャリアを積んだんだが。だが？2014年に、男性の横で寝るカリナさんのベッド写真がスクープされたんだ。しかも、その記事の中には大胆な開脚寝相写真もあって、大騒動になったんだぜ。ああ、順調なキャリアが。2015年にドラマの主演をしたが、平均視聴率が 5% 台と不調だったみたいだな。スクープが衝撃的すぎたものね。たくさんあった CM もなくなり、一時期は休養状態に近かったそうだ。確かに、この頃はテレビで見る機会が少なかったわ。しかし、地道に活動を続け、ドラマや映画で活躍できるまでになったんだぜ。腐らずによく頑張ったと思うわ。これからは、過去のスクープに負けない演技を期待したいわね。3人目は吉沢ひとみさんだ。元モーニング娘。の4期生で、卒業後はタレントとして活躍していたぜ。今までのモームスにいないボーイッシュなイメージだったわ。2000年にモーニング娘。の4期生としてオーディションに合格するんだ。その後はミスタームーンライト、愛のビッグバンドで初のセンターになるぜ。そうそう、宝塚の男役みたいでかっこよかったのよ。2005年には4代目のリーダーに就任した。頼もしいリーダーって感じね。2007年の1月にはモームス卒業を発表。だが、その8日後に吉沢さんの弟が交通事故に遭い、翌日に26歳という若さで急逝してしまう悲劇もあったんだ。それは悲しい出来事だわ。そんな悲劇に耐えながら、2015年には IT 経営者と入籍、翌年には男児を出産するぜ。幸せそうな笑顔ね。しかし、2018年に赤信号にもかかわらず横断中の2名を跳ねた上に、救護措置をせずに現場から逃走したんだ。ひどい話だわ。幸い被害者は軽傷で済んだが、吉沢さんの呼気からは基準値の4倍近い。アルコールが検出され逮捕、その後、芸能界引退を発表したぜ。弟さんを交通事故で失っているのに、なんで飲酒運転なんかしたのかしら。アルコール依存症だったみたいだな。育児に悩んでいたという報道もあるが、どんな理由があるにしても、飲酒運転をしている理由にはならないぜ。そうね、弟さんも泣いていると思うわ。4人目は沢尻エリカさん、
数多くのドラマや映画で活躍した俳優だぜ。ええ、もちろん知っているわ。2005年の映画パッチギで注目され、その後もドラマや映画で活躍したんだ。改めて見ると、本当に美少女だったのね。ああ、だが、2007年に主演映画の舞台挨拶で不機嫌な態度をしたため、世間は大炎上だったぞ。その後、ワイドショーのインタビューで涙ながらに謝罪したが、しばらく干されたぜ。別に、発言だったわね。それにしてもビジュアルの振り幅が広すぎるわ。仕事が干されている間の2009年にクリエイターの高城剛さんと結婚したが、翌年には離婚の意思を発表したんだ。そして、2013年に離婚が成立したぜ。すでに波乱万丈ね。2012年に仕事復帰、その年に5年ぶりの主演映画ヘルタースケルターが公開されたぞ。沢尻さんの美貌にぴったりな役だったわよね。2020年には大河ドラマの出演も決まっていたが、2019年11月に麻薬取締法違反の容疑で逮捕されたぜ。ようやく俳優復帰したのに、違法薬物は19歳頃から使用していると裁判で発言したんだ。別に発言をした時には、すでに使用していたみたいだな。二度も干されたんだから、自分の人生を大事にしてほしいわ。5人目は木下ゆきなさんだ。クイズ、ヘキサゴン2でおバカタレントとして人気になったぜ。その番組で共演していた藤原の藤本敏史さんと結婚したわよね。そうだ、2010年に結婚して、女の子二人のママになったんだ。おしどり夫婦という言葉がぴったりだったわ。ああ、だが、2019年に木下さんが実施の勤務先のタピオカ店経営者に対して、恫喝メッセージを送ったことで騒動になったぜ。謝罪と当面の活動自粛を発表した後、藤本さんと離婚をするんだ。元ヤンと知っていたから、恫喝メッセージには驚かなかったけれど、藤本さんとの離婚は少し驚いたわ。2020年7月には芸能界引退をしたが、YouTube チャンネルを開設したり、写真集を発売したんだぞ。それって引退したと言えるのかしら？2021年10月には、精神的苦痛を理由にタピオカ店の店長が起こした民事訴訟で、木下さんに40万円の賠償命令が下されたぜ。木下さんの脅迫を裁判所が認めたのね。判決翌日には謝罪するとともに、涙ながらにみんなの前に立って仕事がしたいと、芸能活動再開を自身の YouTube チャンネルで発表したぜ。二人のままなんだから、頑張らないとね。6人目は渡部健さんだ。お笑いコンビアンジャッシュや司会王、また芸能界のグルメ王と呼ばれるほど、グルメリポーターとしても活躍していたな。ああ、そうね。テンションが低いぜ、霊夢。佐々木希さんという妻がいながら、不倫しただけでもひどい話なのに。不倫現場が多目的トイレというのが許せなかったわ。2020年6月にスキャンダルが発覚して、そのまま姿を見せずに芸能活動の自粛を発表するなど、連日マスコミで取り上げられていたからな。佐々木さんは、なぜ離婚しなかったのかしら？私なら速攻で別れるわよ。佐々木さん本人の正式なコメントはないが、子供がいたのは理由の一つだと思うぜ。子は春日井と言うけれど、佐々木さんのメンタルが凄すぎるわ。2020年12月に謝罪記者会見を行ったが、タイミングが遅すぎたことや、渡部さんの会見での見え切らないコメントで再炎上してしまうぞ。2022年2月には芸能活動再開を発表。1年8ヶ月ぶりに千葉テレビの白黒アンジャッシュで復帰を果たしたぜ。でも、全国ネットのテレビでは見ないわよ。それは、まだまだ厳しいと思うぜ。現在は、コミュニケーションをテーマにした企業向けの講演活動を行っているそうだ。もう二度と家族に辛い思いをさせないでほしいわ。2023年4月には第二子誕生したし、これで同じ過ちを繰り返したら一巻の終わりだぜ。自業自得だけれど、子供には罪はないからね。父親として改めて、これから頑張ってほしいわ。7人目は上原貴子さん、元スピードのメンバーだぜ。スピードはすごく人気があったわよね、カラオケでよく歌ったわ。1996年にシングルボディ&ソウルでデビュー、これが60万枚を超えるセールスを記録するんだ。翌年のシングルホワイトラブではグループ最大の184万枚を売り上げる。まさにスピード出世をしたぞ。ああ、懐かしいわ。人気絶頂の中、2000年にはグループの解散を発表するぜ。わずか4年ほどの活動期間だったのね。その後、メンバーがソロ活動をしたり、グループの再結成を繰り返したんだ。みんな大人になったわ。現在は、今井絵理子さんが国会議員になったり、荒垣ひとえさんが所属事務所を退所したりして、4人での再集結は難しい状況だぜ。そうよね、でも、また4人での活動も見てみたいわね。2000年の解散以降の上原さんは、美貌を活かして化粧品の CM に出演したり、女優活動をするんだ。本当に綺麗だものね。2012年には音楽ユニット ET キングの MC、テンと結婚したぜ。馴れ初めは2011年のライブ共演がきっかけだったみたいだな。
スピードの再結成が縁なのね。しかし、2014年にテンさんが自ら命を絶つんだ。覚えているわよ、この時は上原さんに同情したわ。2015年に芸能活動を再開させ、2017年5月には演出家の甲和也さんとの熱愛がスクープされたぜ。そう、この時も世間はまだ知らなかったわ。2017年8月にテンさんの遺書が公開されると、上原さんと俳優の阿部剛さんの不倫が発覚したんだ。悲劇のヒロインではなくなった瞬間ね。遺書の中には、子供のできない体でごめんね、や、きっと阿部剛となら乗り越えられると思います。という記述があったそうだぞ。テンさんの気持ちを思うと、辛すぎるわ。この騒動があり、上原さんは無期限での芸能活動休止を発表するんだ。そして、2018年10月には甲和也さんとの結婚、12月には第一子を出産したぜ。おめでたい話なのに、素直に喜べないわ。2021年に第二子を出産。2022年には舞台に出演したり、沖縄アクターズスクールのイベントに出演中の島袋ひろ子さんのステージに、今井絵理子さんと一緒にサプライズ登場もしたぜ。芸能活動再開かしら。上原さんは現在、セカンドキャリアとして美容への活動をしているんだ。化粧品ブランドルビーの沖縄にある販売店で、手術や販売も行っているみたいだぞ。鋼のメンタルで恐れ入ったわ。8人目は江角真紀子さんだ。俳優としてだけでなく、歯切れのいい物言いでバラエティ番組でも活躍してたぜ。庶務には見ていたわ、背が高くてスタイルが良い俳優さんよね。江角さんはもともとは実業団に所属したバレーボール選手だったんだ。右肩の故障で引退して、ファッションモデルに転身したそうだぞ。初っ端からすごい経歴ね。ああ、1995年には映画で俳優デビューを果たすぜ。そして、1998年には主演を務めたドラマ庶務にが大ヒットするんだ。脚立を持つ姿がかっこよかったわ。プライベートでは、1996年に桐島ローランドさんと結婚するが、9ヶ月後に離婚をしたぞ。その後、2000年には庶務にのディレクターと再婚して、二人の子供を授かるぜ。産休明けはバラエティ番組のイメージが強いわね。バラエティ番組の MC をやったり、ぐるナイのゴチになります、では7年間もレギュラーをやっていたからだな。頼れる姉さんって感じだったわ。2014年には、江角さんの元マネージャーが2012年末、長嶋一茂さんの自宅に、落書きしたことがスクープされるんだ。しかも、指示をしたのは江角さん本人という報道もあり、世間を騒がせるぜ。なぜ長嶋一茂さんの家だったのかしら。江角さんと長嶋さんの子供が同じ幼稚園に通っていて、関係が悪化したと噂されているぞ。江角さんは自分の指示ではないと否定したが、この騒動をきっかけに仕事が減ったそうだ。本人は否定しても、世間は疑惑が残ったままだわ。そして、2017年には芸能界引退を発表したぜ。やっぱり仕事が減ったのが原因なの？子供たちのために、私にしかできないことを選択し専念する時期だと考えた。とコメントしているぞ。江角さんらしく、かっこいい引退ではないのが残念ね。9人目は熊田曜子さん、グラビアやバラエティ番組で活躍していたぞ。テレビ番組ロンドンハーツの格付けし合う女たちでおなじみね。熊田さんはバラエティに魂を売ったというほど、バラドルとしての能力を惜しみなく発揮しているぜ。熊田さんはトーク力が抜群だから、さすがはバラドルって感じだわ。そして、トーク力もさることながら、3人の子供を出産したとは思えないほどのスタイルの良さはすごいぜ。確かに、トークも体型維持も努力しているんでしょうね。そんな熊田さんは、2012年に一般男性との結婚妊娠をロンドンハーツで公表したぞ。公表の場所にロンハーを選んだのが、さすがはバラドル。旦那さんへの愚痴を SNS で書き込んだり、番組で言うことはあったが、3人の子宝にも恵まれたぜ。旦那さんへの愚痴も、バラドルの仕事の一つだからよ。ところが、2021年5月に夫から暴力を受けたとして、警察に通報、夫は現行犯逮捕されたぞ。そして、離婚協議に入ったんだ。バラエティと呼べないほど、深刻な状況だったのね。そして、この離婚騒動は飛び火するぜ。飛び火？夫は熊田さんの不倫を疑い、2021年6月に週刊誌へ告発するんだ。しかも、その相手がフリーアナウンサーの平井理央さんの旦那さんだったことで、二組の夫婦を巻き込んだ民事訴訟に発展するぜ。強風で火が燃え移ったわね。その裁判の際に、熊田さんの夫が提出したのがウーマナイザーという、女性用の大人の玩具から検出された DNA だ。大人のおもちゃ、DNA、ドロドロすぎるわ。熊田さんのバッグから発見したもので、平井さんの夫との DNA を照合することを思いついたみたいだな。熊田さんの旦那さん、すごい執念ね。複数人の DNA が検出されたようだが、平井さんの夫の DNA とは完全一致しなかったんだ。複数人ってのが引っかかるわね。それにしても平井さんが気の毒だわ。
平井さんは、2022年12月に離婚を公表したぜ。コメントには離婚の理由を述べていないが、熊田さんの離婚騒動の影響は少なからずあったと思うぞ。これは巻き込まれ事故よ。2023年4月、熊田さんの離婚成立を所属事務所が発表したんだ。すべての訴えが取り下げられたとして、円満離婚をアピールしているが、誰も信じないよな。夫は DV で逮捕、妻は不倫で性玩具、円満とは言い難いわよね。今すぐは難しいだろうが、いつか平成のバラドルが笑いながら語ってくれる日が来るだろうぜ。熊田さんのトーク力をもってしても、笑い話にするのは厳しそうだわ。ということでやらかして干された芸能人9選を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。